やった。あ、そっか。すげえ強え。何戦したんだっけ。もう分かんない。時間的にね、多分8試合かな。これ膝の上でもいいですか。15試合ぐらい。あ、全然いいよ。15試合か。あ、危ない、届かない、やめよう。高さ的にはね、これちゃんとゲーセンの高さに合わせてるんですよ。あ、そうなんですか、うん、さすが、信じて、うん、そう、ちゃんとテーブルをあのゲーセンのコンパネの高さと合わせてる。あ、ちょうどちょうど、そう、このコントローラーの高さも合わせてゲーセンの高さと一緒。あ、すごいな、うん、やりやすかった。やりやすかった。完璧じゃん。フォークです、フォーク、フォーク知ってる。あ、エスラー、あ、この人ね、はいはいはい、セス有利だい。セス有利、超有利、セス有利だけどワンチャン、ワンチャン。あ、どうした、色が、あ、色がない、色がない、そういうことですか。セスだって、セス使ううちいないもんだって。しょうがないっすね、やってないもん。待って、取ってるのがあんなに勝ったかな。今日テトラさんはあれですよね、なんか一応聞いた情報によると、日本でもう行くところがもう行き尽くしたから、いろんなとこ行って、もっと面白いとこねえのかって言って、いいとこありますよ、いいとこありますよって顔TVに来たんだよ。顔そう、面白いよ、面白い、面白い、見たことある、あ、見たことあるんだ、シンガポールで。そうそう、ありがとうございます。シンガポールでもやっぱり人気はあるのかな。シンガポールはどうなの。ありがとう、これはすごく有名。今ね、今あの2700人ぐらい見てる。マジで、うん、2700人ぐらい。すごい。ミラーを含めると、ミラーを含めると多分2万3万はやってると思うんで、ね、どこでやってるか知らない。ミラーなくしたのミラーの方こっち見ろよみたいな。間違いない、うん、2800人いくぞだって、うん、ああ多分ヒロも人気ある。いやいやいや、もうこの2人が来たからもうこの数字が出てますから。投票終了したっぽい。あ、そう、うん、どうなんだろう。そう、もう対戦どころじゃないですよ、結果大丈夫、まだちょっとね、時間かかる、うん、マジか。わ、嬉しい、シンガポールいいところで。あ、いいところだったってシンガポール行ったことないですよ。シンガポールなんかすごい綺麗だよね。なんかあのタバコも吸えないんでしょ、あんまり吸えるけど、うん、ゲーセン吸えないね。吸える場所が少ないんでしょ、すごい、うん、エアコン吸える場所はできない。例えばショッピングモールとか。そう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 、なんかもうすごい国でタバコダメみたいな感じなんだよね。なんかそう、そう、タバコ捨てたら捕まるんでしょ、うん、罰金500ドル。シンガポール500ドルはきついぞ。きつい、うん、日本だといくらだっけ、罰金2000円とか3万円。うん、そんな取られるんだ。 それはさすがにタバコ吸わなくなるよね。えゲスカさん絶対必要でしょ。いや、だから探すよ、吸える場所。探すね、俺の場所はどこだ。俺の居場所はどこなんだ。ここか、ここかって。もう隠れて吸うわ、俺。隠れて、あるある、絶対ある。縮こまで吸ってるよ、俺。トイレとかね。トイレ、中学生みたいな。マジ、立場がする。不良中学生みたいな。うわ、うまい。これね、喫茶店やとね、すごいダメじゃん。え、何、電車とバスでなんかも、果物の持ち込み禁止。あ、ドリアン持ち込み、それよくわかんない。あ、ドリアン美味しいよ。ドリアン、あの臭いやつでしょ、あれ。あ、臭いね。そう、あ、桃地とチョコが、うん、桃地とチョコと、うん、ミオガだけ怖い。ミオガ、そう、怖い。匂いあの匂いはやばいね。あれは食べられない、うん。テトラ、あれ納豆嫌いなのかし。納豆は嫌い。納豆、あ、やっぱ臭いのダメなんだ。ドリアンの匂いは、なんつうのかな。ドリアン食べると美味しいんだけど、そこまで持ってくのがちょっときつい。でも美味しい。うん。こうする。そう。食感だけはね、結構美味しいんだよね。でも口の中で広がるとんでもない匂いがね。これ3ボタンもしかして設定してないですか、さっきから。あ、設定してないですよ。してないの。そんな。え、なんかちょっとさっきはおかしいなって。3ボタンってあれでしょ、同情押しのやつでしょ。そうそんなズルはしませんよ、うちは。やめてくださいよ。うちはそんなズルはしませんから。使ったの。使う。あ、なんで、え、ゲーセンないよ。僕、甘えてるゲーセンにはそれありませんから。甘えるとこは甘えますよ。甘えはダメです。甘えは。マジですか。じゃあちょっと、じゃあ今回は
じゃあ明日の大会どうする？あ、そう、明日大会だから今日は使わないで練習しましょう。あ、そうだね。J 戦のちょっとちゃんとシミュレーションしないと。使わなくても勝てるってことね。見せつけたいと思います。大会中にね、ポンって汚したらボタンがなかったみたいな。おい、ねえぞ、これ大変だわ、もう。売り込んでませんでしたね。はい、これね、はい。節会なんすか。節節会、あ、見たことある、その名前。うん、誰だっけ？浦部さんっていうね。浦部。節節会に恥って言って。過言ではない。恥。恥。ヒロポンは、1の方がいい。うん、1だね。あ、相手の手。はい。はあ、そっか。どっちがね、僕も結構恥を自負してるところあるんで、節節会。どっちが本当の恥なのか、まあ、証明してる。オワポンっていうぐらいですからね。そうね、最近勝てなくてね、オワポンって言われてるのがちょっと辛いですけど、でも勝たないとね、やっぱゲームは。2800人見てるとこでそれは言うなだって。顔 TV のミラーやってるって言ってる。誰が？あ、浦部さん。あ、ミラー勢の人やったね。そうですね、今回その、のミラー僕がいるから、うん、あ、それでミラーしてるんだ。なるほど。お前ちゃんとこっちにも誘導してください、はい、ミラーの人を。チャットにログインかかって、マジでコマンド入れる。じゃあ、え、そんな設定してないよ。かかってない、かかってる、かかってない、いける。一応じゃあ、コマンドとか、追い出されて。追い出されてるんですか？米稼ぎやめやって、ここで米稼ぎしても何も意味ないでしょ、ユーストで。アクティブとかないし。まあ、一応、コマンド打ちました。ここらの刻み大軍師は。最近ケイスケさんのせいでね、はい、僕に対してコマンだけ2回やってくる人多いし、怖い人いるんすよ。合ってる合ってる、浦部君合ってる、逃げる逃げる、あ、わかっこいつ、マジ合ってるよ、マジで走っても知らんのか。ヒロポンにはコマ投げ4回いけます。コマ投げ4回までは鉄板です。4回目は逃げたんですよ。完全に読み勝った。そこはもうダメですよ。読み負けてますから。僕不利な夢なんですよ。2択のはざまになぜか不利になって50% ではなくなりますから。はいはい、いかん、いかん。じゃあちょっと今中継中のようなのでお待ちくださいね。あれあれ、え、あれ先生、まあ、負けた先生。ゲスト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 、セービングマイで、ここから暴走しますから。ここから暴走、暴走モード、暴走モード。ポコみたい、ジェルト、俺の暴走止められるのはフェイロンとケイスケさんの鍋です。あ、俺の鍋だけど、暴走したら勝てるわけないですよね。ゲスト、あれ0勝2敗、うん、連敗。そっか、テトラさんは良かったね。テトラさん強かった、来なきゃ良かったな。私の BP 下がる。テトラさんだけでよかったね。終わりました。今集計中だそうです。集計中だ、楽しみだ。英語出た、うん、おらおら。そういえばそのスラドンは、はい、うん、去年同じみたい、うん、あれ投票の人と、はい、投票の人と、予選は何人いる？プレステ3の予選で優勝した人、ももちと、あと、今月、もう一個、阿長で大会が予選であって、それで優勝した人が招待されて、12人が決まる。で、当日予選で4人。ああ、じゃあワンチャンある。ワンチャンある。当日ワンチャン。ワンチャン。ワンチャンがある。タダがうるさいって言われてそう。うん、節
明下手すぎて、だってあんま日本語バーって喋ると多分あの分かんないから、そうゆっくり喋んないと。優しい当日ワンちゃんケースケ、俺参加できないよ当日は。参加さえできればみたいなね。ケースケより日本語うまいよマジか。ゲストは、シンガポールからのテトラさんと、オアポンです。はい、エロ本です。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 あ、さっき戦えたこれ。え、同じ。うん、はい、今ね、PP ハイフ祭り、夏の PP ハイフ祭り、九州祭りですか。PP ハイフ祭り開催中ですよ。 BP をブリードしていきますよ。何でもいいですけどね。あ、BP はまだゼロ？え？え？そうだね。BP。あ、ゼロ。マジか。一回も勝ってない。いやいやいや、気のせいです。光の速さでもう一勝しました。本当ですか？本当です。BP 上がってない。光の速さ。これは何だっけ？シンガポールの猛者事情について、シンガポールの強い人はどんな人がいますかと。ああ。シャングリラシンね、一番有名じゃん。シャングリラシンね、うん、シャングリラシンは有名ですね。あのエボでも活躍しましたね、うん、あとは、はい、強い人はだいたい強いキャラ使うね。強いキャラ使う、うん、まあ、例えば、うん、あ、一番強いはプレイヤーはヤンとかヤンユンとか、あとはサガと、うん、あ、バイパーかな、もう一人、全部一人くらい。あ、一人ずつ強いのがいるみたいな。コーディいない。コーディいない。強いキャラは、やっぱユンが一番強い。そう。F ランクと A ランクね。うん。S ランクと A ランク。ユン、ヤン。うん、ユン、ヤンね。どうしますか？シンガポールのトップ5は。どうしたどうした？え、あ、なんかした今。え、してないでしょ。見てなかったぞ今。いや、何もしてないです。ケイスケ注意しろ。勝った？お、甘いボタン使ったの。いや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 見てない間に。何ですか？何してんの？手が滑った的な。手が滑った的な。魔が差した的な。絶対こいつは明日大会負けるぞ。絶対負けるぞ。大丈夫。勝てください。勝てください。うん、もう日本人プレイヤーで、シンガポールで有名な人って、あのシンガポールで、あの日本人でこの人有名っていう誰がいます？シャングリラシンだけかな。あ、違う、あ、日本人、日本人、日本人、あ、いっぱいある。うん、例えば孫、孫ドキド、ドキド、まあ、ももち、ももち、サク、サクをね、サク、チョコ、チョコ、キンデブ、うん、イタザン、フード、まあ大体エボリューション出たのを知ってるね、うん、やっぱりその辺はやっぱ有名なんだね。あとはゴッツガーデンのウリオさんとか。あ、ウリオさんね。やっぱゴッツガーデンに出てる人は結構有名なのかな。梅原忘れた。梅原言ってなかった。うん、オワハラオワハラじゃないぞ別に。あ、エイタも。エイタね、うん、あ、ガクトはエイタ、こう勝てない。エイタ勝てない、うんうん、去年で攻撃来るの時にゲーセンやってて、エイタすごくぶっ放しした。ぶっ放し、そうで勝てない。あ、そのぶっ放しがうまい。うまい、うん、エイタ有名らしいぞ。チョコはフェイスブック、チョコ有名、チョコ超有名じゃない。超有名。あ、Facebook、うん、一番あるじゃない、プロモだし。おお、あの、何千人とか、3千人とか4千人とかいるんだね、フェイチョコは。うん、話のエーター言われてる。ベリービースト、そう、ベリービースト。あ、女版ビーストだ。そう、うん、女のビースト。すげえ、そうなんだ。カヨポリスとかは。カヨポリス、まあ、今超有名。超有名。今回エボにあのゴッツガーデンのゴッツガーデンから、カヨポリス行ったの。今回どうだったのかな、エボでは。誘って。ゴッツガーデンで、ゴッツガーデンカヨポリスっていう名前で行ってもらったの。
カヨポリス。カヨポリスはえどこで有名なの？え動画で？動画ね、うまいバイパー。うまいバイパー。あとはバイパー少ないね。バイパー少ない。そう。バイパー、うん、バイパー難しいしね。ほぼもううまいし。うん、そうカヨポリスの操作がすごい。うまい。 あとはコスプレ、うん、すごい。ん？コスプレ。コスプレね。そう、うん、うまい。コスプレうまい。超弱い。コスプレ良かったね、あれね。ちょ、ゆっくり喋ってね、ゆっくり。日本語下手とか言うなって、ね、ちょっとゆっくり喋ってんだよ、うん。なかなかこう、伝わんないんだよね、ちょっと。最高。投票結果、ちょっと待って。ちょ、まだ集計できてません。ケスケ下手？いや、うん、うまいよ。今に俺が英語で書いてあるぞ、説明書いてくれよ、じゃあ書いてくれ、コメントに書いてくれよ、それそのまま見せるかな、じゃあ私の方が日本語うまい、ありえない。そう、もうおう、ケイスケの日本語やばい。俺あれだよ、日本語下手なんだよ、ちょっと日本語難しい、日本語難しい、うんうん、だから海外の人で日本語を喋れる人すごい。じゃあ、偉いね。偉い。ありがとう。すごい。英語教えてください、ちょっと。あの英語。エロ語？エロ語？エロ語？これさっき言った高校生のパッドの先生です、ね。え、今の人？今の人？え、今、もう終わっちゃった？いや、今。あ、ここから入る。勝った？高校生。これから。この人が多分日本では一番強い。おぉ。誰？ロクサスっていう人。あ、センス？またセンス？センス多いね。高校生だって。ディノワさんかロクサスさん。ロクサスさん来たみたいなことがあるよ。こいつもかなり攻めだから。そういう夢。もう結構やってるね。15,000BC。すごいね。またやっぱセス村になってるね。これ。そうね、セスの村になってるこれ。セス同キャラ。セス同キャラどういう勝負なんのこれ。いや近づいて先にダウンを持ってこう、うん、そのまま持っていく感じだ。確かに色気持ち悪いなこれな。あ、目が怖。もう入る。お前まだ DP75 しかねえんじゃねえか。お前え、どういうことだ。何か増やせて。あ、 PP 落ちた。BP 落ちたじゃん。100ぐらい。150ぐらい。150。悲しいよ私。またですか？え、ごめんなさい。またオアポン化が進むぞお前。いや結構ね最近、うん、さらに進行した。さらに進行してる？悪化してるだんだん。悪化した。嫌な予感したんですよ。わ、でもここで勝てば、うん、あやっぱさすがだなって。そう。なりますね。ねファミ通の時にあんだけさ。ね、有名だったんだからさ、ちょっとあれなんか見てる人もすげえ多かったんですよ。頼むよちょっと。一緒にちょっとなんかオワコン化をちょっとなんとかしようよ。俺もあれだから結構ね、ケイスケさんの日じゃないですよ僕の。そうマジで、うん、割と弱い弱い言われてさ、俺最初は感じる。オワコンの強さ分かるぞ俺は。頑張っていこうぜ。頑張ります。本当に4000あるのか、3000の俺でも勝てそうだぞって言われてる。そうだったんですよ。前は始まってすらいねえだろ。そうか。うわぁ、ワップ、ワップ、しょうがない。強っす。負けてたよ、また。ちょ、勝てって、そろそろ勝てって。いや、もうそうだよ、勝たないと。あ、これか。あ、言う、ルーゼイ、オワコンだわ。あ、文句言うと、いや、ルーゼイ、コン、Playing about Yun and Yang in Singapore。 なんていうことですか？あ、日本語？うん、日本語。文句言うの、シークワバブルで、Yun と Yang のこと。あ、Yun と Yang のことを、文句言う。文句言う。そう。言う。どうですか？絶対言う？私も言う。うん、その辺日本と変わんないと。全世界ね、同じ。Yun Yang クソが、みたいな。そう。そこだ。すげえ。あと、ペイロもクソ系。ペイロもクソ。おい、ゲスト扱い悪い。あった、弱いんだもん。弱いもんこいつ。いや待って、
やいや、うん、チームメイト頑張れ。あ、これ、これ、あ、さっきもういた。同じ。マジ？うん、勝った。自信持て。頑張って、ちょっと。接触来るよ、接触。接触？そうそう、接触。遠距離で接触、接触。そう。なんで勝ったの？ボコボコだからね。いや、リバーサ出ない。リバーサ出ない？ちょ、まぁ、あ、あの、え、お、うるせえよ、お前は。ただがうるせえ、マジで。あの、エボの梅原プンコ戦をちょっと動画で見ろ、お前は。ちょっとプンコさんっぽくじゃやっていいですか、うん、なんか。狂い出していいですか。プンコモードで、ちょっと。プンコさんは結構やってきますよ。今、配信中、配信中、ただ、ちょっと。これ、無話。いいけどさ。ああ、いい。あ、いいよ、いいよ、いいよ。いいよ。あ、いいね。はい。うん、お、うわいいね。お、安いだろ、お前。セービング当たるよ、多分。あ、いいね。はい、はい。あ、いいよ。ちょっと、プンコっぽかった。いや、こういうのでは、うん。これから無視的なのできないんですけど、うん、そういうのやっていこう。そういうの。今のよかったよ。今のラウンドよかった。こういうのな、ちょっと、痒くなってくんだよな、体が。そう。セスはそういうことやってないとダメだから。僕ね、うん、あまりにも やってなさすぎて、うん、お前何なんだって言われたの。舐めてんの舐めてる、舐めプレイかと。強いとこもっと出せよって。うわ、新しい。ちょっとなんかあの、サードっぽかった、今。あ、サードの、コンボ。サードのコンボっぽかったね、今ね。あー、ほんと。ショーパンターゲット発動。やってない、サード、私。サードやる？やったことない。やったことない。うん、サードオンラインやろう。サードオンライン。うん、教える。教える？うん、俺結構うまいよ。じゃあ、うん、最強なるね。最強に育てるわ、俺。いい先生やん。英語教えてもらって、俺サード教える。あ、はい。OK。OK。約束、うん、で、シンガポール遊び行く。ああ、怖い。シンガポールは絶対行く、まあ、今、小野さんがシンガポールに。あ、シンガポールに。おい、また負けたのか、お前、ちょっと負けたのまたか、お前これ、勝った、私ちょ、お前、ゲストだろ、ゲスト、おい、こんな負けてるゲスト、初めてだぞ。何がしたそうね、やべ、泣いちゃうかもしれない。感動なお前。今2000何百人見てるぞ、お前だって今。うん、どうすんだ、お前。オワポンさん。あらしの前。オワポンだかエロ本だか知んないけど。エロ本じゃないですか。ゲスト史上最弱だよ。あの、さっきやったんだよ。逃げるわけじゃないですよ。決して逃げるわけじゃないですよ。うん、負けたかったら逃げるわけじゃないけど。いや、さっきやったか。あ、3000人行くぜ。1回やったからな、さすがに。2回目はちょっと。リベンジじゃない？リベンジする？もうすぐ3000人行くぞ、こんな弱いゲストで。やっちゃったやれ、お前。練習してこい、ちょっと。世界一なんでしょ、ストフォーの時。な、今、世界じゃないでしょ、あれ、どう考えても。なんでこうなったあんだけなこと失うもんなくね、毎日、優雅にやってました。優雅にやってました。もうちょっとね。厳しく言っていかないとね。お会いに言われるなんてマジ終わってる。こいつもワコンだからいいんだよ、別に。絆目あって生きてこうだよ、ちょっと。発表はまだみたいですね、ちょっと。集計がまだね。さあ、バルログはどうですか？バルログは多分いい勝負だ。いい勝負。有利じゃない。いや、意外といい勝負。アクアのツイッターで、ヒロポンが負けポンで飯うまポンだって。面白いですか？飯うまポン。飯うまポンか。ちょっと暗い話ばっかなんで明るい話しましょう。何ですか？僕のこれ以上いじめよくない。明るい話とかありましたっけ、なんか。ケスケさん、明るい話ないっすか？明るい話、俺があるわけないじゃん。明るい話なんか俺ないよ。明るい話最近ないな、お前。
これ明るいって。えっとなんかはいいことあった今来て。あ、何？え？ってなんか面白いこととかあった？面白いこと？うん、えっとずっとゲーセンつったの？まあ、そうなんだ。ずっとゲーセン。ゲーセン。ゲーセンも。ちょっとなんか観光名所とか連れてってあげろってヒロポン。いや観光名所観光名所観光名所。ここ観光名所これ。これ観光名所。そうすごい観光名所。あのすごいこの。だいぶなんか汚いけど大丈夫これ。びっくりしたんですか？この観光名所ちょっと。こんなこんなところでやってると思わなかったでしょ。そうそうそう。いや噂は柳葉さんから金がねって言ってたんですけど。うん、マジかっち。これねあんまりねカメラでお見せできないよこれ。だからさ。すっごいよこの部屋。すごい。お、わ。マジ強いっすよ。マイジャンプ。マイジャンプマイジャンプ。マイジャンプ上げてマイジャンプ。そうそうそう。いや上げて。あそこに置いたら高いですからね、あれ。あの絵は、あの、100万円します。100万円です。これ100万円 ?100 万円します、あれ。どれ？はい。え？それ。100万円です、それ。え？なんで？いや、わかるでしょ。いや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 。なんでじゃないよ。いや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 。100万円します、それ。騙されてるでしょ、みんなわかるじゃない、100万円でしょ、それ。確実に、うん、クソでしょ。騙され、クソじゃねえよ、お前。いや、あれ、美術の成績やったら、絶対5万つくでしょ。クソって意味わかんない意味わかんないわかんない、まあ、あ芸術わかんねえかこいつら こいつらに聞いたのも間違いだったなびっくりしたなんで日本の芸術日本じゃないですけど海外の芸術ですからこれはこれねあの芸術わかる人は多分すぐわかるあこれこの絵は100万円だねっつってすぐわかる出せない俺そんな会話あります絶対しないしこの絵は100万円だねこの絵は100万円ぐらいだねっつってそうだねっつってでしょってめっちゃ気使ってる人ですよ君わかるでっつっていや僕5000円面白いなヤフオク5000円この絵がねあの芸術のわかんない人たちがヤフオクでこう出して出品して5000円の値段でみんなね売買されてるわけですよこれバカだよ本当に本当芸術わかんない人くらい今だったらケスケさんいくらで売りますこれヤフオクでもしやむなくですよやむなく、はいはい、売りに出すとしたら2万ぐらいで2万ぐらいでめっちゃ少ないじゃないですか2万ぐらいで買ってくれればね結局ダメじゃないちょいいだねえー、っと73くらい73はないなどんぐらいなんだ今回えセスが 7? セスいや 7ぐらい前は7ぐらいあったんだけど、うん、全部パンチでもなったんでかなりこれだって一回転ばされたらかなりきついでしょこれそうですけど言うてもでも立ち回りが有利なそこら辺で結構いけてますそうなんかザンギズファイもやりたくないみたいなこと言ってましたそうなんだあっどうなのこれおっすげえあそこ勝利打つか打たないかで見たことですよ打ってたらグラッおっちょっとセスっぽくなってきたね。ああセスっぽい、ね。セスっぽい。ピピは3800。まあでも実質4000でしょ。実質え？実質4000みたいな。実質。そっか。僕の目にはもう4000。4000が見えてる。4000五4000四。4000。4000ですよね。多分4000。多分4000。マジ何も間違ってない。そうだな。わあ。あれしまった油断大敵知ってヒロポンさんはセスを使い始めて何週間目なんですかね何週間ねまだ使ってないっすね まだそんな使ってないまだ使ってないらしいサブキャラサブキャラですからねサブキャラですからねセス以外、セス以外なんか使えないセス以外使えないですねセス以外使えないセスも使えないよってオワコンオワコンだな、もう、ほんとあー、やっぱオワコンスクール来たオワポン投げろうわ、オワコンまずい、あれ、全盛期だった全盛期だったです全盛期だった今、廊下がやばくなった僕も年なんで年絶対若いだろ、お前いや結構来てますあそこで勝利を誘って EX の2回 EX ってあの
フルコンツで出すところを、うん、ああなるほどね、なるほど、いやまだちょっとテトラはオワコンに挟まれて大丈夫なの、うん、オワコンに挟まれてますよ、オワコンって分かる、オワコン知ってる、オワコン知ってる、分かんない、知らない方が、そう、あのすごい面白い人たちってことです、はい、それ日本語でオワコンって言います、すごい人気がある人たち、オワコン、ケースケオワコンっていつも言ってる、オワコン常に言って言う朝起きたらけオワコンオワコンってそうですねじゃ今ね集計がまだ出ないようなので、はい、誰がいい、誰だろうな、ちょ、俺はもうなんとなく分かってるんで、あ、うん、やっぱりもう上位は、ね、うん、変わらないんで、どうでしょうね、ちょっとどうでしょうね、ケイスケさんそういうの得意ですよ、上位がどう変わってるかな、これなかなかじらすんですよね、これ、うん、はね、じらしますよ、フードで嬉しい、フード嬉しい、なるほど、やっぱ仲いいのテトラはフード、うん、昔でバーチャー大会あって、バーチャーもやってたんですよテトラ、バーチャー、やってたんですよ、 WCG でバーチャー大会、 WCG、 あれどうだったんですか、 WCG は、うん、フード勝った、フード勝ってね、で2位と3位韓国で、韓国か、覚えてない、三田さんも優勝してる戦いありましたね、 WCG、 三田さんも WCG で、フードに勝って出たこともあるんですよ、2人も優勝が勝った、あの2人 WCG でいつもなんか絡んでる印象が、ビールか、映像でありがとう、オワコン、マジか、オワコンは日本人に言うと喜ばれます、本当に、本当本当、だからなんかちょっと他のところ行った時にプレイヤーにオワコンって言うとすごい喜ぶ、言ってたら殺される可能性おかしい、ないです、褒め言葉です、褒め言葉、殴られる、殴られるか、すごくオワコンです、梅原リーオワコン、オワコンだねってどうなる、そうするとちょっとすごい嫌な顔するかもしれないね中には嫌な顔する人もいる、ガンジーも助走をつけて殴るレベルスルーされるか、スルーされるかもしれない、梅原オワコンって言葉知らなそうだな、なんかお前とネットとかしないか、 あんまネットしないか、しない、また負けたのかお前は、また負けたのかお前は、あ、わっ、押した、また押した、いやいやいや、気にしない方向で、いや、気にしない、ビビ隠した今、負けを恐れたら、格で強くなりませんよ。ね、うん、そう、負けを恐れた。我々は誰よりも負けてきた、うん、ゲームにおいて。そんなことないもん、うん、負けたことないから。そう、強くなる。いや、きちい。まぁ、ちょっとね、3000人近く見てますから、これがヒロポンだっていうのはね。いや、違いますよ。ヒロポンじゃないですよ。エロ本、エロ本です。エロ本。エロ本さん。なんかヒロポンって書いてるけど、ちょっと本人にするの。そう、違う人ですから。集計終わった、はい、集計いっちゃうんすか、はい、集計完了、とりあえずはい、ください、まだ発表は別に、ちょっと少々お待ちください、ケスケさん、まだ正式な発表はまだ見てないんですよ、なんとなくは、なんとなくはまだちょっと数時間前のやつ見ましたけど、数字のはここ、いや、これ TPSTPSちょっと待ってください、テトラ誰来てほしい、誰来てほしい、どっち、誰が来てほしい、うん、誰来てほしいプレイヤーバーズいっぱいいる、うん、いっぱいいる、あ、そうなんだ、やっぱイタさん、フードさん、フリオさん、フリオさん、あ、そう、ちょっとこっち見ちゃダメ、見ちゃダメちょっと待ってね、これえマジっすか、うわえ、マジっすか、マジっすか、すごい、あ、そうマジかマジか、え、僕ないですか、僕、ね、そ
構すごい、はい、多分200位以内に入ってない200位以内そうっすか、ちょっと待ってね、いかん少々お待ちください。はい、じゃあこの試合終わったら発表いきましょうか、はい、おおおおおおすごいすごい、ジョビン知ってる、あ、知ってます、はい、新宿にもいるよね、サファリとか結構強い、強いね、1位から発表していきたいと思いますけど、あら、投票スクリプトがまだ止まってないということで、もうすでに 今投票してももうダメです。さあ皆様どのような結果を予想しているでしょうか。いやもう全員が全員スーパープレイヤーズ見てるわ、折れてしまった人もいますよ、僕とは全然違う、あ、怖い、中断怖い、わ中断が怖い、中断がやめろ、中断はやめろ見えねえだろう、はい、はいを負けろって言われてるぞ、足は負けます、大丈夫かこれ早く終わらせたら、嫁さん早く出して、イラポン銃弾ガードしろ、そろそろいける気がする、はい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 、はい、オッケー、あーいや、あれ死なない、あ死んだ、いやー大体勝つかな、ほぼほぼ勝ち、ほぼ1、2回納得できない試合は、あ、なるほどね、うん、まあ、大体納得いく試合、はい、展開は、オアポンさんでした、ありがとうございました、はい、じゃあ発表していきましょう、さあよろしいですか、ちょっとゲームこれはどうやって、あ、ケイスケさんが、はい、ちょっとね、身のもんたばりの、いやそんなそんなね、あのうまいこと言えないですけど、ナイスだ、はい、期待して、ありがとうございました皆さん、ちょっとオアコンですみません、オアコンで、はい、本当はね本当はもっとひどいんです、うん、本当はもっとひどい今日絶好調でしたはい、じゃあちょっとね1位から読んでいきますよ、いいですか、はい、まず1位ですよね、はい、注目はまず1位、はい、さあ1位は梅原ゆん、おー、はい、上がってきましたね、やっぱりフードが1位だったんですけどね。ね、うん、梅原さんか。あ、ちょっとただ今ちょっと大事なところだからちょっと静かに。はい。めっちゃコメント書かれてるぞお前。はい、続いてよろしいですか。2位。2位。はい、フードフェロン。さあやっぱりやっぱここですか、エボ優勝のね、はい、安定感ですね、まあ、この梅原さんかフードさんが1位に、はい、だろうなとは、うん、まあ予想はしてたでしょうね、やっぱ皆さんね、さすがに強いですね、はい、2人、うん、さあ3位か、はい、票数は発表しません、はい、うん、続いて、はい、3位、からいろいろ変わってくるのかな、ネモヤン来ましたね、はい、ネモさんね、はい、ツイッターでやっぱり宣伝してましたね、そう、やっぱそういうのも大事だということですね、そうそうそう、見事です、ネモがさっきてかこの前10位だったんですよ、はい、ネモさん、はいはいはい、急激に上がってきましたよね、この辺さすがに、はい、ネモさんがいないとネモってはね、はい、ダメでしょう、そう、そして4位いきましょうか、はい、
4位。時の号機。発車したまでです。時の号機が。まし上がりますよ、時のさん。やっぱね。やっぱりプロがね。こう根元時戸のこの煽り合いもまたねちょっと楽しみでありますね。今回も見たいですね、はい、また。いやーコメントが盛り上がってますね。さあ4位時戸、さあ続いて5位、5位ですね、はい、YHC 持ち来たダルシムダルシム AE ですよ。 AE ユンヤン系ですよ。ユンヤンに対してあのダルシムがきついね。どう立ち回るのか。持ち、いやー来ましたか。はい、マジさん、おさ正直ギリギリのラインだったじゃないですか、はい、そうですね、それが結構上がってきましたね。見たいんですよ、やっぱりみんな。やっぱりダルシム、うん、あのオンゴッツでの活躍がね、今回のエイでどう見せてくれるのかみたいなね。はい、さあ続いて第6位。さあ6位、ここでそろそろかな、はい、みたいな。サコヤンです。サコさん、サコヤン低いなぐらいの。そうですね、うん、若干ちょっと下がったのかな。サコヤン上がってきましたね、ここで。ネモさんとか、はい、これ上に上げてるからその分落ちる人もいるわけで、うん、そうですね。じゃあ、下でしょ、コメントも大人気これ。さあ第7位ですか。次は第7位。7位ですね。さあこの辺緊張するな、ちょっとな、うん、そうですね、もうそろそろね、あと人数がないですからね。もう大体来てますよ、そのコメントでも。7位、カズノコユウ。カズノコ、カズノコさん来ました。やっぱ BP、はい、1位に争ってる。やっぱね、来ますよ、それは。来なきゃダメですよ、はい、この舞台。そうですね、うん、やっぱりね、強いですよ、カズノコは。僕はカズノコさんに投票しました、うん、おー、そうなんだ。やっぱりユンは見とかないと、はい、ダメでしょう。さあ、カズノコは来まして、続いて8位。8位、あれそろそろ危なくないですか。8、9、10、3人、3人しかいないです。あの人はいないですけど大丈夫ですか。まだあの人が、はい、その人が名前が出てないかもしれないですが、はい、どうでしょうかね。8位、はい、8位、ハイタニマコト。ハイタニってさ、ハイタニ、ハイタニさんか。はい、ハイタニさんで8位か。すごくないですか、これ。すごいですね。これで誤審と言われる誤審は全員、ストフをやってる人たちが全員出ることになりましたね、これで。いやー、得票数もすごいね、やっぱり、ね、うん。さあ続いて9位。9位、9位です。もう残り投票枠としては2人しかいません。そうですけど、あの人がはい、
9位。はい。RF サガット。RF さん。RF サガット。ずいぶん上げましたね。エボリューションの効果がでかかったかな、やっぱり。うん。すごいですね。エボリューションでの、まあ、インタビュー的な放送は結構影響あったんじゃないですかね。いや、サガットがいない、サガットがいないとは。そうですね。言われてましたけど、ここで来ました。ユニキラーとも言えるサガットがね。サガット何上げてきたんだろう。相当上げてきました。さあ、これで残り一人ですね。残り一人。最後の一人。これはもうこの最後の一人ということでね、なかなか読み上げづらいですが、そうです、橋やめますこれ じらしのケース的な次週へ次週これね、ちょっとね、うん、本当最後の一人ということでなかなか読み上げづらい。本当はよはよってきてますよ。やだ、行っちゃいますか。あー、10位。うりょうさくら。うりょうさんか、うりょうさんか。ミスターゴツガデン、ミスターゴツガデン、うりょうが今回さくらで、さくらでね、ただ前回オンゴツで優勝した、はい、孫さんは10位以内に入っていないですね。僕正直見てて一番びっくりしたのが、その RF さん、はい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 、追い上げと孫さんの下がりです。そうですね、オーストリアの大会で準優勝、うん、準優勝かな、はい、ああそうね、華々しい成績を上げてるんです。やっぱりその、まあ、エボリューションで負けてしまったのが痛いのかな、ね、エボで逆に勝った人、うん、そう、勝った人が軒並みちょっと注目されてるっていう。孫さんがいない。